こんにちは、ケイダーです。今日はモン玉レベル 5M 弾いていこうと思います。最近始めた方向けに言うと、モン玉っていうのは月に1回弾ける確定ガチャみたいなもんですね。すぐにねレベル2になるんですけども、レベル2以上になると星5以上が確定になります。最高レアリティですね。でレベルが上がっていくことに限定キャラが対象になったりと、まあ結構恩恵があるんですけど、モンパス会員だったらレベル 5M まで貯めれて、このおまけがさらにつきますよっていう感じでございます。あとモンパス会員だったら1日ね、本来は300ポイントしか貯めれないんですけども、プラス100の400ポイント貯めれますっていうところで、結構ね貯めやすくなってます。もちろんねレベル2から星5以上確定なんでね、速攻引いちゃってもいいんですけど、こういう強いキャラが当たる、かつおまけでいろいろもらえるんで、まあ、できればレベル5まで貯めてほしいなと思ってます。でも毎日ポイント貯めないといけないので、まあ、忙しい方とかはできないと思います。では行きましょうか。僕ねこれメタトロン持ってないんですよ。なんでこれ今回に関してはメタトロン超狙っていきたいなと思います。行きましょう。でもね早々ねこの、 確定ガチャじゃなくて、モンタマリドラ以外の別の限定ギャーとかってね、マジで出ないんですよ。これ確率超低いんですよ。逆回転、あ、そんなことないか。通常運転かな。はい、ケロンでございました。はい、まあ、こんな感じで星5が確定で出ますよっていう感じですね。で、おまけ、こ右が一番右が大事。ステッキ、ステッキ、ステッキ。はい、というところで、まあ、今回だったらベルかステッキ欲しかったんですけど、一番いらないミラクルミンが出ましたという感じの、まあ月に1回のお試しガチャでございます。よかったらね、最近始めた方はしっかりポイント貯めて引いてみてください。それではご視聴ありがとうございました。はい、ぜひ高評価と動画お願いします。チャンネル登録の方もぜひお願いします。それではありがとうございました。バイバイ。